一太郎。一太郎は、ジャストシステムが販売する、日本語ワープロソフトの名称であり、同社の看板製品である。また、同社の登録商標となっている。創業者、浮川和則が、学生時代に、家庭教師をしていた際、後に病死した受け持ちの中学生、太郎くんの名にちなんで命名された。太郎が、日本の男の子の代表的な名前であることや、太郎よ、 日本一になれという思いを込めている。新太郎も候補になったが、新バージョンが出た時混乱するという理由で却下され、一太郎という名称になった。また、パッケージの赤色は、日の丸の赤である。一太郎バージョン1の発売当時は、日本語、ワープロソフトウェア業界では、管理工学研究所の松が大きなシェアを占めていた。当時としてはいち早く、 ドスベースで開発された一太郎は、当初ドスアプリケーションでなかった松と差別化し、本体と日本語入力システムをいち早く分離、タキシュへの移植、松のほぼ、半値という低価格ながらも引けを取らない機能などで、松の牙を崩し、やがて日本語ワープロソフトの代名詞的存在として圧倒的なシェアを占めていった。スペースキーでかな漢字変換、リターンキーで、 変換候補の確定という一般的な日本語入力の操作スタイルはかつて JS ワードから引き継いだ一太郎独特の操作法が実質標準化していったものである。しかし完成度が高く独占的なシェアを得ていたバージョン3からジャストウィンドウを採用し花子などファミリーソフトとの統合を図った。 バージョン4への切り替え時に失敗し、ごく短期間にバージョン4.3までバージョンアップした。バージョン4よびジャストウィンドウは、当時としては高価だった EMS メモリや、ハードディスクドライブをほぼ必須と、しおり、バージョン4に合わせて、ジャストシステムは、自社ブランドで EMS メモリボードなどを提供していた、蒸気のように、一太郎専用機として使われることの多かった、パソコンシステムに対しては、 当時としては過剰とも見られる投資が必要だったためで、ある。この時は、Atok7 はいいが、バージョン4は、不要との声に対して、Atok の単体販売が始められ、またノートパソコンブームの影響もあって、一太郎ダーシというバージョン4のサブセット版を販売することになった。OS が Windows に移行していた、過渡期、当時は、単なるアプリケーションソフトランチャー色が強かった上に、 日本語フォントの扱いが弱かった Windows3X の普及を Just システムは停止し、アプリケーションソフトメーカーごとに Windows システムを用意すべきであるとの持論を展開した。その回答として、すでに実績を持ち w e e ウィグ機能に優れた JustWindows を全面に押し出したが、後の爆発的な Windows の普及により JustWindows は立場を失ってしまい、一方で Windows への対応には、 遅れが生じることとなった。その後、遅れて Windows 版バージョン5を完成させるも、Microsoft による Windows OS 本体と Word、Excel の抱き合わせ販売などにより、次第に Word にシェアを奪われていく。特に Windows95 に対応する新バージョンの開発には、大幅な遅れが生じ、そして登場した1太郎7では、マクロ機能の実装が見送られた上、 当時の普及対パソコンに搭載されていた以上の盛り容量を要求、当時の普及価格帯 PC の一般的なメモリ、搭載量は8から16メガバイトであったのに対し、一太郎7は32メガバイト以上のメモリを推奨としていたする動作の重さが原因で、ユーザからの信頼を失い、すでに Windows95 と同時発売されていた Microsoft 社のワード95に大きくシェアを奪われる。 こととなった。一太郎は2017年現在、Windows 版のほか Linux 版も移植されている。かつては、マッキントッシュ版や OS、2版も存在したが、いずれもバージョンの,のみで、開発終了している。また Java 版の一太郎ワークも発売されている。ただし、標準フォーマットに XHTML を採用しており、一太郎文書は、読むことはできても書き出すことはできない。かつては、 ノートパソコン向けに軽量化した、一太郎ダーシ、一太郎ライトシリーズを販売していたが、ある時期から多数のバリエーションを発売するようになり、家庭用統合ソフト、ジャストホームに同梱される、一太郎ホームシリーズ。最新版は一太郎 SE、小学生向けの一太郎スマイルシリーズ、中学、高校生向けの一太郎ジャンプシリーズ、文芸作品作成に、 最適化された一太郎文芸、公文書作成用の一太郎ガバメントなどを作成し出荷している。バージョン3の頃からバージョンナンバーを名前の頭につけてバージョン3なら、三太郎4なら、4太郎5なら、5太郎とユーザーの間で区別されていたこともあった。また一時期日本語ワードプロセッサーではなく、 インテリジェントドキュメントプロセッサと称していた時期があったが、現在は日本語ワードプロセッサと称されている。JX ワード太郎と一太郎の合計、ジャストシステム発表による。日本の会社が作成したソフトであるため日本語に関する機能は豊富であるが、マイクロソフトワードやオパノフスなどの競合ソフトと比較すると、短所も見受けられる。野村証券。 日本経済新聞社、共同通信社、鉄道会社などの一部の民間企業では一太郎を標準のワープロソフトとして指定している。かつては公文書の作成に向いているため、中央省庁でのシェアが高く、一太郎の脆弱性を利用したウイルスが中央省庁に送信される事件もあった。2018年現在では、新規採用者がワードで教育を受け、 一太郎の操作を知らないことや、併用による業務効率の低下を避けるためワードへの一本化が進行し、シェアが低下している。また各志公的機関がウェブサイト上で公開している申請書等のファイルは一太郎形式のファイルで公開しているケースもあったが、現在では PDF やマイクロソフトワード形式への統一が進んでいい。学校においては、 DTP ソフトよりも低価格ながら、書式の詳細な設定や強力な計算機能により、各種プリントものの作成が容易であるため依然として、シェアが高い。2011年から法人向けとなった、ジャストスイートの後継として、個人向けに提供されている商品。現在では、一太郎に加えて厳選ソフトを、収録、という位置づけである。以下は、 一太郎2018プレミアム、スーパープレミアムの構成。以下は、スーパープレミアムにのみ付属する。プレミアム、スーパープレミアムともに、DVD ロ m 版、USB 版、DL 版の3形態で提供されている。2010年6月23日、ジャストシステムは8月28日が、初代、一太郎の発売日として、一太郎の人、 日本記念日協会から認定されたと発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。